発信税に関する基本的な事項について、道民の皆様や市町村、事業者の皆様のご理解が得られつつあると判断し、観光立国北海道の実現を目指し、導入に向けた議論を一段前に進めるため、今日の道議会、鈴木知事は導入を目指す宿泊税について議論を加速させる考えを示しました。道が検討を進める宿泊税は、宿泊料金に応じて変わる段階的定額制です。例えば、1人1泊あたりの宿泊料金が2万円未満の場合は100円、2万円以上5万円未満の場合は200円、5万円以上では500円が徴収されます。税収は45億円を見込んでいます。道とは別にすでに宿泊税を導入しているのが倶知安町です。採用しているのは宿泊料金の 2% を徴収する定率制。道が検討している段階的定額制が始まれば、宿泊客は二重課税となる上、事業者は2つの方式で税を扱わなくてはなりません。事務の、すごく手間が増えるというところを不安にまず事業者としても感じておりますし、どうしても北海道の宿泊税となるとやっぱ広域になってしまうので、払ってたものというものがどこに行ってしまうのかというのが分かりづらい、やはり制度設計になって、それをですね、やはりしっかり分かるような制度、そして事業の組み立て、払った方々にやっぱ還元できるような事業展開政策というものを今後求められるのかなというふうに思っております。また隣接するニセコ町も今年11月から宿泊税の導入を決定していて、地域交通の整備や観光人材の育成など観光振興に充てる予定です。道が検討する宿泊税については、使い道などの議論や説明が不十分だと指摘します。宿泊税というのはホテルですとか民宿ですとか、その宿泊事業者の皆様が実際納税されるお泊まりになったお客様に対して説明をしていかなきゃならない。なので、その道庁のその宿泊税の考え方自体がきちんと宿泊事業者ですとか私ども市町村の中にきちんと代弁者として説明できるぐらいの浸透していかなければいけない。そこがやっぱりまだ足りていないのかな。一方通行の議論というか、そのお話を浴びている状況ですので、結局道庁としてどうなんだという形でいろいろ問い合わせをしてもまだわからないですとか、検討中だということで、道は早ければ2026年春に導入を目指していますが、自治体や事業者などの理解を得るにはまだ時間がかかりそうです。